教えて、ピカルン。はい、こんにちは、僕はピカルン。私は妹のエコミン。 MS システムで LED 蛍光灯の販売をお手伝いしているんだ。私はまだ見習い中。今日はエコ、長寿命、安心安全、3つを兼ね備えた MS システムの LED 蛍光灯エコピカルミについて教えちゃうね。エコ。ねえねえピカルン、エコピカルミはどれくらいエコなの？そうだね、例えばよく使われる 40W 型従来蛍光灯の場合、消費電力が約 45W に対して、エコピカルミは約 17W しか消費しない優れものなんだ。ということは電力費用も約3分の1になるってこと？その通り、1本あたり約3500円もお得になるんだよ。でも消費電力が少ないなら明るくないんじゃないの？大丈夫だよエコミン、エコピカルミなら気になる明るさも従来の蛍光灯を上回るんだ。本当だ、明るい。消費電力が約3分の1になるから CO2 排出量も 60% 削減。まさにエコピカルミは地球に優しい LED 蛍光灯なんだ。鉛や水銀などの有害物質も含まれていないので、廃棄時にもリサイクルが可能だよ。とってもエコだね、素敵。長寿命。エコミン、蛍光灯の寿命ってどれくらいか知ってる？わからないよ。従来の蛍光灯寿命は約6000から1万3000時間と言われているんだ。そうなんだ。それに古くなってくるとちらついたり暗くなってくるよね。でもエコピカルミの設計寿命は5万時間と従来の約3から6倍も長持ち。安定した照度を保っているからいきなり消灯することもないし、目にも優しいよ。至れり尽くせりね。安心安全。ねえねえピカルン、蛍光灯って有害物質が含まれているんだよね？そうだね、さらにガラスでできているから地震等で落下して割れるととっても危険だ。怖いよ。でもエコピカルミなら有害物質は使用されてないし、ポリカーボネートでできているので落下しても割れて散乱しない安全設計なんだ。それなら安心して使えるね。ノイズがほとんどないので電子機器にも優しい。紫外線や熱が少なく虫を寄せにくいよ。自動販売機やパイロット、コンビニ、工場などでも使えそう。そうだね、役に立つこと間違いなし。取り付けには従来の器具を使用するので工事も簡単なんだよ。とっても簡単。ただし従来の器具でも劣化したものを使い続けると事故の原因となるよ。その場合は器具の交換もしようね。気をつけなきゃ。エコピカルミの魅力わかったかな？とってもよくわかったよ。私ももっと勉強しないと。エコピカルミの販売取り付け等については MS システムまでご連絡ください。